スフィンクスで記念撮影する池田長発一行。佐原も同行しているが映っていない。沢良清順12月4日は、感学者で、明治時代の役人、教師。字は、ごーと、通称は、スケタスク、定一、ごーは、そばい、豊山。旧姓は金上。金上森春の子孫である。中学退職記念前列目左人目が、 沢原天保六年、現在の藍津若松市に生まれる、実家は裕福な商人であった。少年時代から学問に没頭、18歳の時に江戸へ留学し、添川艦隊らに支持する。文久三年には横浜佐向交渉にあたる幕臣、池田長発の事項となり、河津助国の従者の名目で突出した。この際、後悔日録全4巻を表している。 帰国後、吉井藩の事項となる。氏族、佐原氏を継いだのは明治維新後であった。司法省に勤めたが、明治8年、40歳で帰郷し、合図中学などで教鞭をとる。明治17年、市立美新館館長、中条達よりの依頼により、少年団結白虎大国府寛内犬補祭で始まる、白虎大使を創作し、また白虎体験部を教え子たちと生み出した。 明治41年、脳一血のため死去。去年74。手作り、合津市、幕末等の合津人合津中学の前身、福島県立合津高等学校70周年、記念誌。ありがとうございます。